こんにちは。ライフタイムバリューね、まあ、その考え方ありますよね。まあ経験とともに所得が上がっていくっていうのは、昭和時代の価値観ではありますけども、でもそれが二次関数的になったのが令和の時代、平成を通じて令和の時代なのかなと思うんですよね。まあ、つまり経過時間って言って、ただいるだけではただ年老いていくだけなんで、どんどん価値は下がるんですよね。でも経験時間といって、1分1秒をきっちりと自分の力にしてきた人っていうのは、なんか時給が上がるんですよね、きっとね。まあそうじゃないといけないですしね。だって10年経験した人と1年しかやってない人が同じ給料で働くとかね、ほぼ変わらない昇給だとかっていうのは、まあ単なる価値の積み上げじゃなくて、経験の積み上げじゃなくて、経過時間の積み上げっていうふうに評価されたからかなと思うんですよね。まあ、そう考えていくと、まあ、速稼塾もね、最初は19,800 円で2時間の講座を売っていたんですけども、まあ、今は一発30万とかね、50万とか、しかもそれってのは今までの蓄積で商品作るんで、新しく何かを作んないといけないってことはないんで、これ楽ですよね。新しい経験をして、その新しい経験をキャッシュにするっていうのは一からの組み上げなんで、まあそれなりにね、労力かかりますけどね。昔やったことを再編集して、はいどうぞみたいなやつとか、あれだったら過去の動画をまとめて、はいどうぞもできるんですよね。で、その動画っていうのは時を重ねても人に価値や成長を与えるものだったら十分な対価をいただけますしね。なんかね、コピペの方法が一番人気があるっていうのが、なんか皮肉の話ですよね。コピペの方法そんなに10万人以上見に来るような動画かと思ったんですけども、まあでも、まあ嘘偽りなく、あれはああいうログを残してくれたのかなというところでございますね。だからやっぱね、こうずっとその、なんか好きならね、いいんですけどもね、なんかこう稼ぐために仕方なく忙しいっていう状態がずっと続くもんではないかなと。ライフタイムバリューってやつがありますけど、最初は経験も知識も信用もないんで、それこそ目いっぱい時間を費やして徹底的にサポートして、しかもサポートというよりもね、売れる前にもうかなりのプロダクトをこれローンチかけていかないといけないってことになりますけども、もうそこそこね、そのマーケットで経験積んだら、なんか向こうから来てくれるみたいなね、名前だけで売れるみたいな状態もあったりするんじゃないかなというところです。特に我々のいる業界はすごく狭いですから、狭いのに金額でかいですから、ね、これ狭いですよ。狭い上に居つく人がいないから、なんかただぼーっと突っ立ってるだけで、なんかね、言ってみれば、まあお客さんっていうのかな、お客さんはどんどん増える、販売者は増えるような減っているみたいなね。で、ずっと5年とか10年いる人っていうのはほとんどいないってことを考えると、まあ、これを職場と例えるとね、ライバルはどんどん倒産していって、なんか勝手に新鮮になっちゃったみたいな。30年やってるわけじゃないのに、なんかね、まあ、吉田さんが言われたように、そのマーケットからお金を取り出す感覚っていうのは、まあ、例えば自分の周りに人が10人いて、それぞれ年収が300万だとしたら、3000万円のマーケットを私も持っているって感じですよね。で、その3000万円のマーケットからいくら、まあ、お金を吸い上げるって言ったらね、いやらしい言い方になりますけどね、これ昔の安倍総理の言い方ですけども、税金は国民から吸い上げたものですからとか言って、ね、ひどい言い方してましたけども、でも表現としてはなんかそんな風になっちゃうのかなと。やっぱこう資産を持ってない人からは資産の移動が起きないんで、基本的には一定の年収が上がっている人に対してメッセージをお送りして、その方たちからそのね、5% なり 10% なりをいただき続けるっていう形が、まあ、ビジネスなんだろうなと、リピートなんだろうなと思いますしね。だから1回しか買ってくれない人っていうのは、まあ、それはそれでありがたいんですけども、まあ、ネクストする価値がなかった、縁がなかったなっていうところなんですよね、きっとね。まあ、でもおかげさまでこうやって同じマーケットに居続けるってことは、まあ、お前でいいよっていうふうに選ばれ続けてるってことなんですよね、きっとね。で、今ね、今私投資の方にも随分世界が変わってきまして、となると投資って難しくって、多くの人が挫折するんで、でも何回でも商品売れるなっていうところはありますね。ただ売るのが目的じゃなくって、投資の技術を身につけていただきたいんで、無駄な売り方はね、やっぱしちゃいけないなと思いますけども、でも投資の教材ね、しっかり学べば勝てるようになるんですけども、気持ちっていうものですかね、やっぱしっかり学んでいこうとか、
で、分からなければ分かるまでやるっていうところですよね。で、分からないうちにやめるから永遠に分からないんで、できないうちにやめるから永遠にできないし、まあ、やってみて分からないできないのはいいんですけども、ほぼやってない人がやってもどうなるか分かんないとかね、結果無駄だったらどうしようみたいな、うん、無駄っていう意味が残るじゃないですかって話なんですけど、トンチみたいですけど、一生懸命やった挙句ダメだったとかっていうのもありますし、今更手遅れってものも人生にはさまざまありますからね。まあ少なくとも私の今の意欲でね、意欲があるからといって、じゃあプロボクサー4回戦のライセンスが取れるかったら試験会場にも呼ばれませんと。エグザイルのメンバー募集に応募してもまず面接で落ちます、それだからか書類で落ちますみたいな、ね、そんな世界ですよね。だから諦めなければならないものってのは結構あるんで、トライできるものはその分なんか一生懸命やるっていうかね、なんか選択肢は狭まってるから集中できるんですよね。逆にね、選択肢が多い10代の頃って何をやればいいのか分かんないぐらいになっちゃいますけども、今となっては選択肢が狭いし、で自分が意識を持って当てれるものと意識を持っても当てられないものっていうのがね、ビジネスに限らずあるんで、なんかそういう意味で言うと選択肢が狭まったから楽だなっていうところありますよね、うん、まあなんかそれがね、お金をね操るものが自分のフィールドになってるっていうのは本当、すごいいいなっていう感じがしますね。まずはこのお金に関してちゃんと学んでいければ、身につけていければ、まあ、少なくともお金の使い方が下手になるってことはないんで、やってる人の方がやらない人よりも得意だと思いますんでね、その相対距離で十分稼いでいけるのかなって気がしますよね、はい、で町内会もね、懐かしいですね。なんか去年一昨年の話ですよあれ。町内会長しながら、なんか町内会長としてのこう考え方とかを販売すると売れるというね、何なんでしょうね。自分の町内の人はあんまり私の動画見てないんですよ。でも全国規模で見てる方がなんか100名とか200名とかいらっしゃって、そのうちのね4人の方が30万の商品を買うという。で、サポートもさせてもらいましたけども、基本的には町内会をどのようにやめていくかっていうね、段取りが一番人気がありました、うん、まあ今ここでなんてこぼれ話として言えば、10年後にうちの町内会はやめましょうと、だから10年かけて少しずつ縮小していってやめていきましょうみたいなのは結構やりやすいと思うんですよ。この部門をなくしましょうとかね、このお祭りをやめましょうとか、こういった役職をやめましょうとか言ってどんどんやめていって、予算に合わせて町内会費もこう減らしていってとかね、もしくはその防犯に当てるとかね、なんかある町内は町内会費を集めながら Wi-Fi の設置を町内にしたりとかね、だから町内中フリー Wi-Fi スポットですよ。プラスその監視カメラと記録の NAS データのね、なんですかね、まあ言ってみればハードディスクですか、あれを購入して維持費用に町内会費の1割を当てるとかっていうのね、いうふうにしていってスタートしだしましたね。まだ実施はしてないみたいですけども、その計画を、まあ、3年5年とかね、10年かけてやっていって、10年後には町内会はないんだけども、そういったセキュリティとかね、 Wi-Fi の管理をする部門ができて、それがまあ、町内会の活動みたいな感じでね、なんか時代に合わせてるなと思いますしね、うん、なんかねウクライナ今インフラが寸断されて水も電気もガスも不自由してるみたいですけども、イーロン・マスクさんのスカイネットっていうのでね、インターネットの電波だけは強力なのが送られてきてて、国中 Wi-Fi スカスカ通るみたいですよね。しかも受信設備もイーロン・マスクさんが提供してくれて、パラボラアンテナみたいなのがどん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 送ってきてくれてね、なんかその通信って、ものすごい強力で必要なインフラなんでしょうね今ね、どこでも。でそうすると、じゃあ来週には補給物資が入りますよとか、避難経路はここですよっていうふうな情報が通信によってもたらされると、それによってもうちょっと頑張って生きていこうかなとか、ここは危険だからあっちに移動しようかなとか、なんかいろいろと正確に行動することができて、正確に判断することができる。本当に情報っていうのは水と同じような、なんか命をつなぐ今価値になってるなと感じるばかりですね。まあそうなってくると、町内会がお祭りをやったりとかね、なんか廃品回収をするよりも情報が正確に伝わる、しかも10年後の会員に対してですから、なんか今のね会員さんとか、そんなインターネットって言ったってもうこの年になって80、90になってできない人もいるよという意見が出るんですけども、大丈夫です、これは10年後のためにやってますからと。そしたらなんか10年後忘れりゃいないねってこれねなんかちょっと危ない会話になってきましたけどね、その辺は。でもまあそういう感じで10年先とか30年先のために
どんなことを残していくかっていうのが、まあ、町内会の意義じゃないですかみたいなことがね、まあ一番受けましたね、それはね。今日のことを何とかしようと思うから無理が出るけども、どうせこの1年2年3年は従来の活動ができないから、先のことを考えて町内会費をそれに使ったりね、5年先10年先のために、討議をしていく。要するに町内会という活動が地域の財産になるように、遺産になるように、資産になるように考えていってはどうでしょうかっていうのがね、結構受けたというか、それがまあ最後のセールス文句になって、そうだよねって、じゃあ、サポート受けましょう、コンサル買いましょうみたいな感じでね、しっかりと関わりを持たせていただいたんですけどもね。でも本気でそれが将来の地域を守るスタンダードになるんじゃないかなと私は思いますけどね。まあ、むしろ伝統とか歴史とか文化とかを守るのも大事なんですけども、守ろうとして守るべきものもあれば、自然に残っていくものを伝統文化と呼ぶっていうところもあってね、まあ様々でございますね。じゃあ今回は町ということでメッセージ終了したいと思います。